はい皆さんこんばんは柳田です今日も一日お疲れ様でした、えー、これからまだお仕事がある方とか、えー、家事をされる方、えー、っと勉強や副業に取り掛かる方はもう少し僕と一緒に頑張りましょう、えー、このチャンネルではですね1日2本、えー、個物市場とか転売ビジネスに関する動画をアップしていまして、えー、夕方にアップされるものはですねこうやってあの音声と画像をベースにしたものになってます で今日初めて視聴される方は、えー、ぜひですね、チャンネル登録をして、この普段動く柳田のですね、動画も見てやってください。と、えー、いうことでですね、今日なんですが、えー、昨日ですね、あの、深夜にですね、昨日っていうかもう、今朝っていうかね、深夜5時にですね、この音声の動画をですね、撮影しまして、なんかあの、新しいね、YouTube のテーマとかネタとかね、あの、ノートのこととか、 なんかツイッターとかねそういうことを考えてるとですね目が覚めちゃって目がさえちゃって寝れないみたいなテンション上がって。 あのワクワクしちゃってね興奮して寝れないみたいなことがね最近よくあってですねあのー、ね <laughs> 寝れなくってまあこの際寝れないんだから起きて動画撮ればいいやと思ってねあの試しに撮ってみたんですけど、うん、もうね何喋ったか覚えてませんね、えー、そんな動画を撮った翌日翌日っていうかその数時間後にまたこれを撮ってるんですけれども 結局あのその5時に撮影した後にはですねその後寝て、えー、昼の12時ぐらいに起きたのかな昼の12時ぐらいに起きてでそれからなんやかんやですねあの普通に、えー、昼過ぎからリサイクルとかね転売の仕事を軽くしてで今 YouTube とか、ね、あのノートとかそういうものに向かい合ってるんですけれども。 やっぱりねあのもう完全に僕はね YouTube にコミットするっていうふうに決めてるのでもうね他の仕事への、ね、モチベーションがね全然上がらないんですよね困ったもんなんですけれどもねもうね頭の中は 99%YouTube とこの古物市場のことを発信するということにね使っていて <laughs> あとの1%がねもうね今までやってきたリサイクルのことなのでただね まあやっぱりやらないといけないことがあるので、無理くりやってるような感じで、この YouTube に関すること以外の仕事をやってるときはね、ちょっとね、つまんないんですよね。辛いっていう <laughs>。そんな感じです。で、今日なんですけれども、えとですね、Twitter の方からですね、ブランドオークションに関するメッセージが来てまして、リトルフェザーさんっていう方からですね、少し前からですね、軽くこう Twitter の DM の方でやり取りをさせてもらってたんですけれども、 今回あのブランドオークションになんか見学に行ってきたみたいで,でそのですねご報告のメッセージがあったのでこれをぜひ共有したいなと思ってます。 はい、でまあいきたいと思うんですけれどもえちょっとですね内容が長いのであの間の間だでですね僕がこれ解説をしながら読んでいこうと思うので、まあ、ちょっとですね何ていうの、あのー、うまくこうね話が進まなかったらすみません、まあ、いつも僕の話はねうまく進んでないのであの <laughs> 慣れてる方はね大丈夫かと思うんですけれども、えー、分かりにくかったらあのごめんなさいということでお願いします。ではですね、そのの方からいただいたただメッセージの 方の本部に入っていきたいと思うんですけれども、えっとリトルフェザーさんですね、読みたいと思います。えー、こんにちは、こんにちは、えー。今日初めてブランドオークションの見学に行ってきました。 ということで、まあ、一旦もう速攻でここで切りたいと思うんですけれども、えまずですね、まああの、このリトルフェザーさんは僕の,の YouTube を見ていただいて、今、古物商の,あの免許を申請中ということなんですけれども、とにかくですね、その免許が届く前に、とりあえずこのブランドオークションに見学に行ったとっいうことですね。まあ,あの、なんという行動力っていうような感じなんですけれども、 でまあ行ってみたそうなんですね見学にで感想としては安く落とせるのは間違いないのですが相場の把握をしていないと勝負ができないという感じですね声を発することはできると思ったし途中から声を出したくて仕方ありませんでした笑いってい書いてますこれ結構すごいですね最初あのやっぱり声を出すね勇気が持てない場合が多いんですけれどもまあリ、えー、トルフェザーさんはですね多分ワクワクしちゃってもうウズウズしちゃって声出したかったっていう。 競りに参加して商品を落とすことはできると思いますが商品一点一点の流れが速いかっこ汗触ることはできてもすぐにトレーを横に回さないといけない感じでじっくり商品を見る時間もないですしましてやオークファンなどで相場を調べる時間もない感じでしたおそらくこれが慣れなのだと思いますあとここはほんやり方式なのかなとも感じました せり上がって落とされたような商品は一つもなく人気の商品は6人くらいが一気に手を挙げて一発目に手を挙げた人たちの中で一番高く値をつけていた人がせり落としていた感じだったので恐らく、ほんやりルールの会場なんだろうなと考えました。 うーんまあこれなんですけれどもちょっと分かんないですねえー、っとまあできればこの運営側にですねあの電話して確認してもらいたいと思うんですがおそらくは競り上がりのルールにはなってると思うんですけれどもまあ基本的にはですねオークションって言ってるぐらいなのでオークション形式で値段は上がっても大丈夫だとは思うんですがなんかもしかしたらその参加者が。 結構普段かからこう慣れててる人が多かったりしポんやりじゃないとなんかいけないのかなみたいなその雰囲気雰囲気になってしまってあの本当は上がれるんだけどもこの暗黙のルールみたいなものになってしまって「ほんやりじゃないとダメだよ」みたいな感じになっちゃってるのかもしれないですね。結構まあ,ありがちなんですねオークション 運営側に聞いてみるといや全然せり上がりでも大丈夫ですよっていうような、えー、基本的なルールにはなってるんだけれども参加者もうその毎回の常連の参加者たちによってほんやりじゃないと買えないみたいなことになってるのかもしれないですねちょっとこれは見てみないとわからないし、えー、できれば実際運営の人にですね聞いてみたらいいですね。あの今言ったその通りのことを聞いて構わないと思いますね。 えとまあ、一発でその競りが終わってるんですけれどもこちらは「ほんやりのルールなんですか?」っていうふうに聞いてみてください。でそのもしくはこの何ですかね前の方に座ってる常連の人があなんかそのほんやりみたいな雰囲気になっちゃってるんですかねっていうななんかそんな感じで聞いて全然問題ないと思います。 はい、で続き、いきますね、えー、誰かにルールを聞こうとしましたがそのルールを誰に聞けばいいのか分からずかっこ汗スタッフの方はみんな大忙しで声もかけられませんしオークション会場に行ったら3000円を払った後はこれ入会費のあとは参加費の 3000, です、ね、3000円を払った後はここでスリッパに履き替えて好きなところに座ってくださいと言われ大した案内もされませんでした。<laughs> まあおそらくですねあと 多分ですねテーブルがバーってこう並べられたところですね前昔僕解説したことあると思うんですけれどもそのテーブルをですね大体こうこの字にですねこのカク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 なってるようなあのテーブルで並べてその周りを囲むようにしてこう座ると思うんですけれどもまあ基本的にはまあ座ったらおしまいなのであとはもう始まった後その商品を見て欲しいものの時に 声を上げるっていうだけなので、まあ、特に案内はまあ、うん、しようがないのかなというような感じですねはいそして、えー、セリニンさんはおそらく1名で商品を会、えー、人さんに見せてくれた人が1人っていうふうになってますうーん多分、まあ、基本的にですねここに書いてある通りセリニンさんは1人ですね、えー、どこの古物市場に行ってもブランドオークションに行っても競る人は1人ですねあのまあ そのなんかだいたいなんとなくその競りの風景ってオークションの風景ってイメージがつくと思うんですけれどもこの金額を発する人はねだいたい1人ですよねまあ2人とか3人複数いる場合はまあ基本的にはないっていうことですね。で商品を買い人さんに見せてくれる人が1人っていうことなのでこの商品を競りますよっていう人がサポートで1人ついていて金額を発生してで まあその落札の金額を決めている人がもう一人いるっていうようなスタイルだったみたいですね。はい、でただこの商品を買い人さんに見せていた人も競りに参加していてしかも競り落としていて競り人さんの近くに来た商品を番号順に仕分けしている方々がスタッフさんかなと思ったらその人たちも競り落としていてもう何が何だかっていうふうに書いてるんですが。 これはですねあのー、まあ基本的に競りを行っている人競り人さんが運営側の人の場合がほとんどなんですけれどもその周辺でお手伝いしている人は他の参加者の可能性が結構あるということですね。はいえー、なので 他ののですねあの参加している業者さんが一緒に手伝ったりしてるんだけれどもその人はただの参加者なので本来 <laughs>、本来参加者なのでその人たちも買う権利が普通にあるということですね。ちなみになんですけれども、えー、小物市場、まあ、ブランドオークションともにです、ね、この競りを行う人金額を発生して落札金額を決める人これも運営側ではなくて参加者だったりする場合があります。 はい、えー、わかかりますかね、えー、例えば僕なんかが、まあ、僕はあんまりやらないや基本的にやったことないですけど僕なんかが例えばどこかの市場に行って頼まれて僕が競り人をやる場合があるっていうことですね。はい、もしくはその競りをやっている中で、まああの その運営側とですね結構仲が良かったりすると「あいいよいいよ」っていう感じで手伝ったりとかあの荷物の運び出しをしたりとかですねあの結構みんな協力的にやってるっていうことですね、まあ、結局人間と人間なのであの、ね、友達だったりすることもあるし友達になることもあるし親しくなったりするので、まあ、そんな中で市場側とこう仲良くなって手伝いをやってるっていうのはただそれだけですね。はい、だから僕もあの市場によってはですねあの仲が 運営さんと仲が良かったりするので、なぜかですね、運営側のその事務所みたいなところの中にいたりしますね。もうあのー、ただほとんどセリーには参加せずにですね、その運営さんの、えー、なんか事務所の中に僕もなぜか一緒に座って えー、喋ってるみたいな <laughs> なんか食べたりあのコーヒー飲んだりしたりギター弾いてたりとか <laughs> あのセリには参加せずですねあのただ喋べってるみたいなこともあったりするのでまあそうやって親しくなるとですねあのなんか手が足りてなかったら協力するっていうような、まあ、ただそれだけのことですね協力はするんだけどまあもともとは僕は普通の参加者なので自分が欲しいものがあったらついでに買っちゃうよっていうようなそんな感じです。 はいえー、そして次いきますね、えー、最低落札価格の商品は全て100円マックス1000円マックスという感じでマックスさんという会社でしょうかその会社が、えー、最落価格でうん最落価格で購入しているというよりも引き取っている感じがしましたねあと一番驚いたのがセリニンさんが5000円からとほっくした後誰も手を挙げなければ せり上がるんじゃなく3000円2000円1000円100円と下がっていくこれにはびっくりしましたっていうことなんですけれどもえっ、ー、とこのうんちょっとなんかうん企業名かな店舗名が出ちゃって申し訳ないんですけども100円マックスさんっていうねックスさんっていうところが え最安値でまあ買っていたというような感じなんですが、まあ、あの結構ね安ければ何でも買うよっていう業者さんもいたりするので、まあ、たまたま今回はですねその MAX さんというところがあの安いものをあの買,う買うっていうようなところだったのかなと思いますでまあ場所によってはですねあの誰もですね買う買い手がつかない商品は運営側が一番安い値段であの買い取ったりみたいなことをすることがありますね はい、で、えー、っとセリニンさんが5,000円からほッくしたと誰もいなけれ買う人がいなくて3,000、2,000、1,000円というふうに下がっていったということなんですがこれはですね、あの全然普通にあ,あることですね、はいえーここ。これはですね、単にセリニンさん的には5,000円ぐらいの価値があるなと思ってスタートさせたんですけれども、まあ、参加者の人から見ると、まあ、そんなに価値はないよっていうここの,です、ね、あの相場感のズレがあったりしてで5,000円で。 買い手がつかなかったのでじゃあ3000円からスタートに下げるで2000円からスタートに下げる1000円からスタートに下げるというような感じで下げていくスタートの金額をですねこれはですねあの普通によくあります古、えー、物市場でもブランドオークションでも全然よくありますはいでまぁ、あ、なんならですねあのー、この値段もしですねどんどん下げていっても値段がつかない場合は、えー、次に来る商品とまとめられてまとめ売りにされるようなパターンも全然あります はい、で売り人さんのですねこの商品を売りに来ている人のスタンスにもよるんですけれども、まあ、値段がつかなかったらじゃあ下げて持って帰りますよっていう場合もあったり、えー、もう売り切りたいのでもうどんどんいくらでもいいので売っちゃってくださいっていうようなスタンスであったりじゃあ次のやつとまとめてもう一回売っちゃってくださいっていうような。 パターンですねだから売り人さんのスタンスによるっていうことですねで基本的にはですねあのその日に持ってきた商品は大体その日に売り切ってしまいたいって思っている人が、まあ、ほとんどなので、えー、こういうふうに値段が下がっていったりとか、えー、次の商品とまとめ売りにされたりとか、まあ、そういったような感じになるっていうようなことですね。はいで下がった場合は一番最初に手を挙げた方が競り落とすというような感じでこのパターンがかなり,かなりありました。 はいまあ、まあ別にあのー、えー、っとこれなんて言うんですかね例えばさっきの例で言うと、えー、5,000円っていうふうに言って下げて値段がつかなかったとするじゃないですかちょっとゆっくり喋りますねえー、音声なので <laughs> 5,000円っていうふうにスタートして買い手がつかなかったっていうことですねその後に値段を例えば3,000に下げました はい、3,000に下げたんだけどそれでも買い手がつかなかったので2,000に下げました、はい、でこの2,000円に下げた時に例えば A さんが「はい」っていうふうに言ったっていうことですねそうすると2,000円で落札なんですけれどもこれにですね B さんが乗るっていうのはあのなんかちょっとおかしな話に聞こえませんかうーんちょっとあれなのかなまああのー、その B さん ね、2000, 2,000円に乗るってことは2,500円とか3,000円っていうことになるわけなんですけどもいや B さんその、あのー、2,500円で欲しいんだったら3 0 0 0円の時に入って言えばいいじゃんっていうような話ですね要するに <laughs> はい <coughs> だから2,000円って言われた時点で B さんもし欲しければ2,500円で買えばいいだけの話なので、えー、A さんが先に入って言っちゃったら ま A さんが2000円で落とすよねっていう話になりますね。こうに伝わりますかね。ちょっと難しい難しいな説明がそんな感じです。で2000円の時にえ同時にですね A さんと B さんが入っていった場合はまあ、どちらかが ね、上がって2500円で落とすっていうようなことには全然なるとは思うんですけれども2000円で A さんと B さんが「はい」っていうふうにかぶっちゃって、ね、もしせり上がって3000円までいったらなんかおかしいおかしいと思いませんかさっき3000円だった時に買ってくださいよっていうふうになるじゃないですかだからうんねもっと早く買ってよっていうふうな雰囲気になるのであの別にせののり上がって3000円になっても問題はないんですけれどもなんかねあの なんかその微妙な空気になっちゃうんですねこれ,これで3000までせり上がっちゃうとさっき3000の時に買っとけばよかったじゃんみたいな話ですはいまあただそれだけですね別にそのこの時にせり上がって3000で買うのが悪いっていうわけではないと思いますただなんとなく微妙な雰囲気になるよっていうことですねはいえー、次いきますね最低落札 最低落札価格が決まっているものは下げげずにそのまま引き上げるというようよな感じあ値段をですね下げずに引き上げるというような感じでした。でシャネルの偽物も回っていて私には全く分かりませんでしたがセリーンさんがこれは偽物なんで下げますと言って引っ込めていましたのでここで競り落としたものなら偽物はないんだろうなと思いましたがすごいお宝を手に入れるというのはない気がします。 はいまあ、これなんですけれども、えー、まあこれもですねブランドオークションとか市場とか売り人さんにもよって変わってくるので一概には言えないんですけれども、ブランド専門に扱っている完全にブランドのですねあのオークションなわけですね。だから、えー、おそらくですねここで売買される商品で偽物は回ってないと思いますね。 偽物は禁止、もう当然なんですけども、偽物は持って,くな持ってこないでくださいねっていう風なスタンスになっていて、えー、おそらくですね、ちょっと一応確認していただきたいんですけれども、行く場合はですね、確認していただきたいんですけれども、えー、本物をすべて保証してるんじゃないかなというような感じですね。 万一、はい、偽物になった場合は売り人さんに返品ができますよというようなことですねそのなんか本物か偽物かっていうその証明をねしなきゃいけないですけどその売り人さんがいや俺が持ってきたものと違うよって言い始めちゃったらまあ問題なんですがおそらくこの競りを行っている人もですねあのブランドを専門に扱っている、えー、っとプロの鑑定士がやってると思うので競り、えー、の段階で一旦ですね鑑定をすでにしてるっていうような感じですね。 下げちゃう競理、えー、にかけないで、えー、弾いちゃうっていうようなことを行っていると思いますはいで、えー、続きですねそれが古物市場とブランドオークションの違いなのだと感じました、えー、すみませんお忙しい中長々と書いてし,しまいましてですが今日行ってみてブルーオーシャンが少し見えた気がしました本当に 個物免許が待ち遠しいですわとてんてんてんうこととで、えー、リトルフェザーさんありがとうございます、えー、こうやってですね今回はですねブランドオークションに行ってきたっていうようなご報告でした、えー、今日行ってみてブルーオーシャンが少し見えたっていうふうにおっしゃってますが、えー、まだまだですねあの安く買えるんじゃないかなというふうに思ってもらえたのかなと思います ほ、まあ、他のですねできればですねこの1箇所だけではなくて他のブランドオークションも回ってみていただきたいですし普通のですね通常の古物市場も回っていってもらいたいなというふうに思いますでリトルフェザーさんはあれですかねブランドオークションあブランド品を中心に扱いたいと思ってたのかなちょっと過去のコメント忘れちゃったんですけれどもうーんそうなんですかね一応 えー、ブランドオークションに行ってきたっていうことあ、アパレル系をやってるのかなアパレル系を中心にやってるみたいですねなのであの今回ブランドオークションに行ってきたみたいなんですが僕がそうですねあ,のあんまりブランド系に興味がないので先ほど言った通りブランドオークションの情報がねいまいち最近は少ないので僕自身。 が持ってるねでコメントの方でもですねもうちょっとブランドオークションの情報くださいっていうようなコメントもあったので今回はねちょうどいいタイミングであのリトルフェザーさんがですねこの情報を送ってくださったので本当にあのありがたいなというような感じでした。<laughs> でまあ大きくねこの競りのルールはそんな変わるもんじゃないので、えー、僕の過去の経験から言っても今回説明した通りのものだと思うんですよある程度。 でこの基本的なルールはそんなに変わらない普遍的なものなので、えー、基本的にですね僕がこの YouTube の動画で説明してたりですねノートで解説したりしている通りのもので大丈夫だと思うのであとまあ多少その市場とかブランドオークションによっての,その独自のルールがあったり、えー、なんか若干変わってくることがあるのでそこだけですね調整して、えー、参加してチャレンジしてもらえればなというふうに思います。 ということで、えー、ぜひですね、リトルフェザーさん、えー、声を出したくてうずうずしてたっていう方なので、えー、古物賞が来た後にですね、またですね、ここ参加して、いい商品をたくさん <laughs> 買ってきてください。で、またですね、あの実際買ったらですね、今度は買いましたっていうような報告をもらえれば嬉しいです。と、はい、いうような感じで、今回の動画はまあ以上ですね。はいまあ、まとめますと、えーまあ、まとめも何もないな。えー、このようにですね、個物免許なくても、見学だけだったら参加。 あのさせてもらえるところもあると思うのでまあ、まずですねあの免許のあの申請する前にですねあれだったら申請する前に一回見てみるっていうのもありなんじゃないかなという風に今回このメッセージで気づかされたというような感じですねはいということで今回の動画は以上とさせていただきますはい、えー、最後までご視聴ありがとうございました次回もまたよろしくお願いしますバイバーイ